はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回からこちらをやっていきたいと思います。まあ、G ジェネシリーズの最新作ですね、プレイステーション4版で、やっていきますと。じゃあちょっと早速やっていきましょう。ゲームスタートと、ニューゲームで、まあ、G ジェネシリーズはですね、まあ、基本的に、まあ、史実を追っていって、まあ、あと自分で編成したキャラクターを使って、まあ、マップを勝ち抜いていくというような、形になります。で、今回の G ジェネレーションジェネシスは、まあ、いわゆるその宇宙世紀しか出てこないっていうところですね。なのでアナザーガンダムって言われている、まあ、ウィングとか、まあ、ガンダム X とかシードとかは出てきません。で、宇宙世紀って言っても後の方のね、歴史のところは出てこないです。 F91 とか V ガンダムとか、俺ねこの2つかなり好きなんだけど、まあ、今回はそれは出てこないと。まあ、多分あって先行のハサウェイあたりかな。一応先行のハサウェイはダウンロードコンテンツとして、まあ、決定されているので、多分そこら辺までで終わっちゃうのかなというところに、なってます。で、一応今マスターっていうのが見えるんですけれども、まあ、ちょっとステージをやっていく前に編成を軽く見ていきましょう。一番最初からいる人たちですね。で、G ジェネシリーズって今まで、まあ、結構キャラの使い回しが多かったんですけれども、まあ、今回ざっと見た感じ、まあ、全員新キャラに入れ替わってますね。過去の人たちが出てくるかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあ、マーク・ギルダーとかね、レイチェル・ランサムとか、まあ、そこら辺の人たちが、いないんで、ちなみにマスターユニットは、ゴート・ローガン、キャラクターアビリティは連達ということで、マスター時毎ターンヒットポイント 10% 自動回復。あと今回スキルっていうのがあるみたいですね。まあ、スキルを使用したユニットのヒットポイント 100% 回復と。あ、で、そう、あと一応覚醒値が140あるので、まあ、ちょっとニュータイプ寄りかな。で、一応キャラクターはみんな見ていきますか。あ、そうそうそう。機体は、まずベースがこれですね。キャリーベース。懐かしいな、キャリーベースとか。で、艦長、ルーナマナ。で、ここが副長。デネボラ・シャヒム全然言いづらいな。で、こいつなんだ、情報解析だから通信か。通信兵は、獣造オハラ。操舵手がレッセル・ミズカ。整備兵が、サダニ・アルマーズ。で、ゲストが、クー・シーってというような感じになってます。で、マスターユニットの機体がフェニックス・ゼロ。まあ、これは鍛えれば多分フェニックスガンダムとかになっていくと思います。で、チーム1が、フェニックスゼロ。リーダーが、シャポー・チェンシー、チェレンシーか。一応チームワーク。リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットの攻撃防御はプラス10と。ただ自分には効果が発生しませんよと。スキルがハイスピード。まあ、移動力が1上がりますよと。で、あとトルネードガンダムが2体配備されてますね。これ他なんか作れんのかな。あ、これサブフライトシステムがあるじゃん。そう、今回ねサブフライトシステムで、まあ、乗せることができるみたいですね。 SFS という感じで、まず土台ですね。土台、空中 A と、まあ、飛べないね機体もこいつに乗せれば飛べるようになるっていうものだと思います。で、シャクルズ、これ多分ね、宇宙適性がない機体でもこれに乗せれば宇宙でね活躍できると思うんですよね。ちょっといまいち、まだ把握しきれてはいないんですけれども、チーム2つね作れると思うんだけどね。あ、これは戦艦的に無理なのか。チームは1つしか作れないけど4枠目が空いてるね。一応お金がね最初5万円あるんで配置とかはないよね。何が作れるか見てみましょうか。61式戦車とかあるんだ。9000円ってそれなりにするな。ザニー、これジムの前身かなえ、どうしようかな。ザニーとか作ってみるかな。トルネードガンダム2万円するんだ。あ、これだけだな今作れるのは。セイバーフィッシュとか、これコアファイターとかコアブースターとかなるのかな。開発プラン見れるね。見てみよう。まず61でしょ。ゲスト、これ誰、竜補正竜補正っぽいのがいるな。これ作れば竜補正が使えるようになるの。これボールかね。これなんだ、この左から2番目の今枠が合ってるやつ。これなんだかちょっとわからないな。ってことはこれトルネードガンダムも見れるな。ちょっと見てみよう、トルネードガンダム。あ、これフェニックスゼロだよね。これもわからんな
このシルエットだけだと全く分かんない。ザニーはザニー、ちょっとザニーを見てみよう。これ陸戦ジムっぽい気がするけどな、これなんだろうな、ジム系統かな。ザニー1個作っておこうかな。一応宇宙と地上で両方使えるんで、あと人を雇えるかですよね。配置は多分いないでしょう。あ、いるいたわマークギルダーとかいるわなんだここら辺の人たち、みんなあれですね、従来の人たちですね。あ、みんな見たことある、みんな見たことあるわ。ここね、俺エリスクロード結構好きなんですよね。あとはクレアヒースロ、こいつね初期値がすっげえ弱いんだよね。そうでもない、いやちょっと早くやれよっていう感じですけど、こういうところでね編成をするのは重要ですからね。どうしよう、変えたいな。俺的にはちょっとね従来キャラクターと入れ替えたいんですけど、まあせっかくなんでね新しいキャラクターを使っていきますか。じゃあ1人入れましょう。誰入れようかな。まあここはじゃあお気に入りのエリスクロードでいきます。でエリスクロード配置してザニーを作りましょう。ザニーをザニーをあれどれだこれだ使って、であとあれつけられるのかな、オプションパーツ。お、いいね。オプションパーツを装備じゃなくて購入と、ジャンクパーツ、あー、出力解除リミッターユニット、攻撃力プラス30、プラス30ってすごくない？1でこんなに上がるの？なんか従来のさ GGN ってさプラス5とかじゃないですか。30って相当すごいんだけど、どうなの？鳥持ちランチャー、あ、今作れるのはこれだけっすね。どうしよう、じゃあ出撃解除ユニットこれ1個これもバンバン買ってるけどさ、これマスターユニットにもつけよう。マスターユニットはね結構ねやっぱ移動力がね重要なんですよ。移動力プラス1これ入れて、で、あと1万円あるから、この出力リミッター買うか。よしこれでいいやいきなり8000円になったな。じゃあちょっとね導入が長くなっちゃいましたけど、メインステージをやっていきたいと思います。シリーズを選択してステージ攻略を開始しましょうと。年表順に進めるか好きなシリーズから進めるか自由に選択してみましょう。あ、一応全部選べるんだ。まあ最初は機動戦士ガンダムから順番にやっていきましょうかね。ここら辺はあれか。あと、MS イグルがあります。これね、両方2つ見ました。08招待ね。そうか、じゃあ途中で08招待とかも挟んでいきますか。なるべく、順番通り、その、歴史の順番通りにやっていこうかな、じゃあ。ここら辺全然わかんないな、どういう順番になってんのか。ブルーディスティニーもありますよね。あー、ホワイトディンゴね。ホワイトディンゴかっこいいっすよね。ジオニックフロントとかはもうさっぱりわかんないな。あとガンダム戦機か。で、宇宙先行の果てに、ガンダム4号機とガンダム5号機ですね。で、ミッシングリンク、ペイルライダーのお話ですね。で、ポケットの中の戦争と。で、ガンダム戦機のお話か。ガンダム7号機ですね、これは。で、0083と、コウラキ。で、ゼータのダブルゼータ。逆車。ユニコーンもいきなり選べんのか。選びてー選びたいですけども、まあ最初は普通のファーストガンダムからいきますか。ガンダム第一に立つ。なんかノーマルハードエクストラへえ、ここまで選べるんだ。てかイージーとかはないんだね普通に。じゃあまあ普通は最初ノーマルでいきますか。あれ、これどうやって始めるの始まらないんだけど。ちょっと待って始め方がわからん。あ、これか。なるべくイベント中は黙りたいっちゃ黙りたいですけど。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、すでに半世紀が過ぎていた。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、
人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった。宇宙世紀00791月、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。地球連邦軍、スペースコロニーをもその勢力下に置き、その国力はジオン公国の実に30倍を誇る。誰もが信じて疑わない連邦軍の揺るぎない勝利。しかし、ジオン軍はモビルスーツと呼ばれる人型の新兵器を投入。誘導兵器やレーダー機器を使用不能とするミノフスキー粒子を利用した有視界戦闘で、艦隊を主力とする連邦軍を圧倒したのである。このジオンの新戦術により、開戦からわずか40時間で連邦側に立つ3つの宇宙都市は壊滅。凄惨な殺戮劇はこれだけにとどまらず、ジオン軍は暴挙ともいえる行為に出る。コロニー落とし。ジオン軍によって壊滅した宇宙都市からスペースコロニーを略奪し、地球へ落下させた。ブリティッシュ作戦と呼ばれるこの非道な戦術により、さらに多くの人命は失われ、開戦1ヶ月余りの戦いでジオン公国と地球連邦は総人口の半分を死に至らしめた。そして戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。ガンダム大地に立つ。おお、いるね。ガンダムが寝てるよ。まあね、スパロボとかもそうなんですけども、こういうのってあんまりこう実況向きのゲームじゃないじゃないですか。まあだからね、結構ねだらける可能性はあるんですけれども、基本的にはまあ一つの動画で1話ずつやっていこうかなとは思ってます。まあ結構長くなったとしても、もうそのまま上げちゃいます。そうか、ハロとかも機体であるからね、多分。いやー、懐かしいな、ファーストガンダムとか。大体ジェネシリーズだとガンダム第一に立つは出てきますよね、やっぱり。あとはそのファーストガンダムの枠で何話あるかっていうところですよね。連邦のモビルスーツ。デニムに新兵が抑えられんとはな。あとね、シリーズによっては結構難易度が高かったりしてその戦力を整えるまでね、もう自分の軍がすげえ弱いみたいなところもあったりするんですけどね。
お、これは、おー、かっこいい。おー、すげえすげえすげえ、かっこいいね。そういえば今ガンダム G オリジンがやってるじゃないですか。まあ一番最初のねやつは見たんですけど、全部終わったらまとめてみようかなとちょっと思ってはいますね。結構面白そうではあるんですけど、1話はちなみにまあ結構面白かったですね。今直撃したよね爆発が。さて、一番最初の戦闘はどんな感じになるのか。あれ、宇宙での戦いになるのか。だいたい最初このザクとガンダムの戦いから始まるんですけど、いやなんか宇宙マップもすごいね。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。やべえ、かっけえこいつ動くぞ。いや、ムービーかっこいいね、これ。お、普通にガンダムかっこいいわ。ガンダム欲しいな。最初の方のね、GJN だと、ガンダムを作るのがね、めちゃくちゃ苦労するんですよね。そのプロトタイプガンダムとかね。そもそも、今トルネードガンダムとかがいるじゃないですか。これ以上来させるか。そういうのもいないんで、セイバーフィッシュとかでね戦い抜かないといけないんですよ。でジムを作ってみたいな。お、これは始まるか。ミッションスタート。チャレンジ条件、アムロはデニムをビームサーベルで撃破できるか。まあ、撃破するときか。ステージ攻略を開始しますと。まあ、ここら辺は通常通りですね。だからやっぱり最初ザクと戦って、多分宇宙でポンちゃんの戦いが始まりますね。てかさ、最初、お、危ね、確定するとこだった。能力、ああ、ビームサーベルとバルカンしかない。これはもう近づいてビームサーベルで攻撃しましょう。ビームサーベルとこれジーン、まあもちろん最初はバトルは見ていきます。100% やれるのかアムロ。怯えていやがるぜこのモビルスーツはよ。しっかりしろアムロ。こんなことでどうするんだ。いただき、くそ。やっぱり叩くなら今しかねえ。くそ。え、ってか戦闘シーンめっちゃかっこよくないですか。痛い。でもあと2発かかるな、クリティカルとかが出ない限りは。応戦方法を選択しましょうと。いや、これはもう反撃してっていいでしょう。もう一回ビームサーベルで。いくら装甲が厚くたってやれないはずはねえんだ。ジェリー、今は
戦争なんだ。逃がすものか。やりやがったな。あ、倒した。さらばだジーン。これなんかチャレンジみたいなの達成したけどなんかもらえるのかな。お、来たね。今度ザクを爆発させたらサイドセブンの空気がなくなってしまう。どうすれば。え、どうすればって普通に倒しちゃダメなの。ちょっと一応セーブしとこう。クロスセーブって、あー、プレイステーションネットワークにセーブを送ることができるのね。まあ今は何でもクラウドの時代っすね。まあ確かにね、PS4 とか買い替えたとき、そっちからデータを引っ張ってくれるっていうのは、まあ、便利ではありますよね。一応ビームサーベルはね、射程に届くんで、届かなかった、バルカンだった。1から1だった。どうしよう、これ、おびき寄せた方がいいかな。それとも森に入った方がいいかな。ちょっと森に入ってみよう。ここにしよう。で、確定と。さて、どうだ。連邦の化け物がくたばれ。どうする。コクピットだけを狙えるのか。こいつでとどめだ。ジャミー、でもさすがにガンダム強えな。これ以上やらせるか。3750、あ、次で倒せるな。え、大丈夫だよね、普通に倒して。じゃあとどめになるんで、まあ、ここも見ていきますか。僕だって自信があってやってるわけじゃないんだ。当たれ。こしゃくな。お、チャレンジを達成しました。プラス5000。まあテンションが上がると、これ攻撃力とかも上がるのかな。で、一応超強気まで、テンションが上がるとクリティカルが必ず発生するようになりますと。あれ、チャンスステップとかはあんのかな。さて、宇宙船がメインかな。あれ、シャアっていつ大佐になったんだ。なんか最初の方中佐とかだったよね。ザクって一体作るのにいくらかかるんだろう。いくら量産体制が整ってるとはいえ、なんかめっちゃ高そうだけどね。ああ、こいつパオロカチアスって言うんだっけ。ブライトとかね、声優さんどうなってんだろう。録音済みのものを使ってるのかな。
それとも全部新しい声優さんに切り替わったのかな。さすがに声優なしっていうのは寂しすぎるからね。まあいいとこのお嬢さんですね。あ、いた、劉補正。とりあえず宇宙に出てシャアと対戦かな。セイラさんもね、なんか後々もう少し活躍してもらいたかったけど、まあちょいちょいね、いろいろ出てはいたけど。拳銃はもう普通に持ってんのかね。こうやってみるとちょっとさすがにでかいねモビルスーツだけあって。いや、最初の方ってこんな下りだったっけ。もう大雑把にはね覚えてますけど、さすがに詳細な部分までは覚えてないからな。アムロってこの時何歳だっけ。17歳とかだっけ適当だけど。機械好きで有名ってさ、それも相当だよね。普通一般の人たちね、知らないし。劉補正は確か訓練兵とかでしたっけ。訓練兵っていうか訓練生っていうか。
おお、宇宙に出てしまった。ホワイトベースだ、かっこいい。そういやセイラさんと開始伝の下りがなかったね。これ確か宇宙に出る前にありましたよね。あれミサイルだっけ最初。忘れたな。コーファイターも出れるんだ。パイロット候補生か。ビームライフルは持ってる？接近しすぎるとやられるわって。ああ、ビームライフルあるね。自軍出撃と。こっちかこっち。まあ、どっちでも変わんないっしょ。一応、最大2グループか、出れんのは。で、向きは変えられますけど、まあ、上向きでいいでしょう。普通に。で、OK。チャレンジ条件。アムロがミサイルを3個撃破か。全部で5個か。ミサイルはな、どれくらいで落とせるかだからな。一応またセーブをして。ま、このまま上書きしちゃっていいでしょう。とりあえずビームライフル撃ってみますか。これマスターユニット？いや、ホワイトベース所属か。どうやって見るんだ。チーム1、チーム2。あー、チーム1が流星、チーム2がアムロ。そうだな。じゃあちょっと先にこいつを動かして攻撃できるね。対空ミサイル6000か。一応これでちょっと減らしておきますか。そう、させてたまるかよ。あれ戦闘シーンがなかった。ミサイルだからないのか。で、ビームライフルの射程が2から4。あ、バルカンがなくなってる。まあ別にいいけど。バトルスタート。うん、4500か。ってことはやっぱ2発かかるな。ゲットゲージ。ゲットゲージとは、自軍部隊が出撃可能なステージをプレイ中、ゲットゲージを持っているゲストユニットで敵を迎撃した時に上昇します。ゲージをマックスまで貯めると生産リストに登録されます。プレイしているシリーズのユニットをいち早く手に入れることができるので、ゲスト軍でのプレイも積極的に行っていきましょう。え？これ全部溜まるの？そもそも。チャンスステップは撃破すると、もう一回動けますと。1ターンに発動させられるのは2回か。なるほどね。基本的にはさ、ガンダム欲しいけどね。ただゲットゲージ全然溜まってないよねこれ。溜まりきらなそうな気がするんだけどな。じゃあ先に戦艦を動かして、攻撃はできないから確定と。で、出撃をして、まずマスターユニット出しますか。でチャレンジはね、ただ発生させておきたいんで、これで一発ぶん殴って、
で、あとミサイルがどこまで来るかだよね。どうやって見ればいいんだ。こうか、結構来るね。ちょっと左から攻めていきますか。これさ、式の外に出てるけど大丈夫なの。先行しすぎてるよな。アムロ先行しすぎだ。でもまあ 98% あるし大丈夫でしょう。これで2機目とチャンスステップファイナルか。でホワイトベースを動かして、まあ確定でいいでしょう。であと一応どうしようかな、もう一回戦艦で動かしてから。でもね、そのグループ攻撃的なのもあるからね、固めておくか。え、メガビームキャノンとか当たるんだ。でやっぱねザニーだね、ザニー、ちょっとザニー鍛えよう。届くこれ。おお、120ミリ低反動キャノン、エネルギー25って結構使わない。4分の1、いやもっと使ったわ、3回しか撃てねえわ。ちょっと全員出しておくか。で OK と。アムロはここに置いといていいかな。でどうしようかな、マスターユニットで1回ビームライフルでぶん殴るでしょ。支援はかけなくていいよね。これでアムロで倒せば、まあとりあえずは3体になると。いやゲットゲージ全然溜まってねえわ、これ無理だな。で少し固まっていきますか。あとこいつらがちょっと動き出してくるのを待とうかな。戦艦はなるべく近づけておきたいんでこんな感じと。ザニーここら辺に置いとこう。よし OK、 来た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 。じゃあちょっとここはマスターユニットで一掃しましょう。支援かけよう。ガンダムビームライフル、支援、こいつもビームライフル打つか。これでいいんじゃないの。経験点的にはこれ3等分されるのかな。2人で十分だったな。どうしようかな。あ、そうか。え、スコアあんのこれ。スコアがあるとね、ちょっとめんどくさいんですよね。なんで、ビームライフルやって、支援は2人かけるか。ビームライフルの。で、拡散ビーム砲が撃てて、ザニーはいけないか。じゃあ、これでいいや。これで経験値が入ってるかどうかだよな。まあさすがに攻撃したやつは入ってると思うけど。あ？なんか出てきたよ。ここからが本ちゃんか。来たね、通常の3倍のスピード。
せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。いけいけアムロ。お、これはなんだ、アンノウン。あ、ザクワンが出てきた。自分が出撃可能なステージでチャレンジ条件を達成するとシークレットユニットは出撃しますと。まあ、敵部隊に強力なユニットが出現するので攻略が難しくなりますが、リーダー級を撃墜することでその他のユニットを捕獲することができます。うまく撃墜を狙っていきましょう。なるほど、多分真ん中だな。あとこいつらが来るのじゃちょっと待って、ザクワンエリート兵か。でも黒い三連星ではなかったね、3体出てきたから。黒い三連星も最初はザクワンに乗ってたじゃないですか。アムロまだエネルギー半分くらいあるから大丈夫かな。リンフォ星こっちにつけて、でホワイトベースは少し移動させておくか。であと一応なるべくね、やっぱりね固まっていった方がいいんで、この支援できる距離に。であとこいつらが、あ、経験値入ってるね。ちょっと43で86で、ザニーはちょっと遠距離用の機体なんでここら辺につけとくか。で進めるだけ進もうと。 OK、 うん、一応セーブしとく。まあ、本当はねこういうセーブシーンとかもカットできればいいんだけど、ちょっとさすがにねそれはめんどくさいんで申し訳ないけどそのまま行かせてもらいます。さあ来い。まずこいつらは来ないか。あー狙ってきた。命中率のね高い方がいいんだけど、フェニックスゼロ、メガビームキャノンでいくか。支援防御とかあるね。支援防御お願いしよう。支援反撃もあるんだ。こいつは支援反撃できるね。お願いしよう。お、なんかすげえかっこいい戦闘になりそうだ。これ以上お前の好きにはさせない。当たりません。かわしたか。私の力でも必要としてくれる人がいるから。おお、一発で倒した。ただエネルギーがない。これ別に結果出なくていいんだけどな。戦闘見たときは、戦闘見なかったときはさすがに欲しいけど。おお、ザク来た。12,300 か、結構あるね。メガビームキャノンで 84% か。ガチバトルだな。てかフェニックスゼロよりヒットポイント高いんだけど。痛い。2000。これもう少しボイスの音量上げてもいいかなと。これ別になくてもいい気がするけどな。回避で 55% か。そう、これスパルボほどね回避しても下がらないんですよね。で戦闘はオフでいいや。3ヒット1500か。お、そうだ、こいつはヒットポイント回復するんだ。ちょっとコンフィグで戦闘アニメ、これ高速でいいや。簡易戦闘、マップ上での戦闘演出、これ高速にしよう。移動アニメーション、敵ターンのみカットし、自分は高速、あ、これにしよう。こんなもんでいいかな。で操作は別に、サウンドボイスだな。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようこのくらいでちょっとやってみようかな。すでに半世紀が過ぎ、
して、なるべくね、経験値欲しいからね。ちょっと、セーブばっかりで申し訳ないけど、外れたらやり直すんで、まあ、GJ に限らず、スパロボとかは、30% でも当てるときは当てに行きますからね。あ、そっか、スキル。あ、スキルはあれか。回復か、こいつは。メガビームキャノンで、行こう。支援はかけなくていいかな。支援かけたら多分経験値減ると思うんで、84%。頼むよ。うん、まあ、このくらいでいいかな。おお、めっちゃくちゃかっこいいな。よし、これで、捕獲可能ユニットで戦艦を移動させないといけないか、やっぱり。お、ユニットレベルアップ、いいね。あ、今全部勝手に上がった。勝手に上がって、なおかつポイントを割り振れるのか、それはいいな。これ基本的にね、攻撃力上げてった方がいいからね。 OK、キャラクターレベルもアップした。よしよしよし、上昇値が結構すごいね。っていうか今回数値が高くなってるな。空間戦闘適用で、マスターユニットは基本的に1ターンにつき勝手に回復してくんで、まあほっとくでしょ。でエネルギーないやつらは全員帰還させよう。一旦帰還させよう。ここら辺の人たちあんまり出てないけど、で上まで行って、グループ攻撃って何これ、すごいね。一回確定しないと捕獲できないのかな。こっから捕獲ができるね。てか捕獲範囲も広いな。今回難易度的にはそんなに難しくはないかな。まだ第1話だけど、てか第1話でかなり時間取られてんな1時間くらいになりそうだなこれ。てか音も結構うるさくなってないか。フェニックスゼロどうしよう。ちょっと防御しとこう、怖いからな。この私を捕らえると少しはできるようだな。やられるかよ。すげえかわした。赤い彗星からの攻撃をかわしたよ。でこれ別にアムロで倒せとかないよね。これは防御しておくか。よし、え、あれもボイスなの。ちょっと保管しとくか。あれ今保存してなかったな。まあいいや。で目標、目標イベント条件、勝敗条件、敵軍の全滅でしょ。このザク先にシャーザクを倒しておくのもいいかもしれないけどな。グループ攻撃できるんだ。移動した後にグループ攻撃できるんだ。ほー、ちょっと待ってね、全然出てないけどね。やっぱり動かしちゃうと多分攻撃はできないと思うんで、とりあえずミサイルを撃ち込んでおこう。こいつら戦闘慣れしているのか。1ヒット。ミサイル系はね、ナイフとかするんですけどね。おっと。全部で何ヒットものかっていうのがよくわかんねえな。5400か。ビームライフル。ビームライフルの方が強えじゃん。大体こういうのってビームサービルの方が強そうな気がするけど。宇宙でのビームサビルってどんな感じなんだろう。やれるとは言えないけどやるしかないんだ。
いただき。かっこいいね。やってか。クリティカルが出たよ。ギリギリ倒しちゃった。倒さない予定だったのにな。まあいいか。ゲットゲージがどれだけ上がるかだな。ちょっとしか上がんないな。じゃあちょっとグループ攻撃をやってみようかね。 78% 反撃はまあ当たり前だけど食らうか。あ、動いた後でも攻撃できたっぽいな今。敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。シミュレーション通りにやればできるはずよ。よし、敵を撃破する。各員援護してくれ。支援します。断じて撃ち落とされてはならん。いいか、相手をよく見るんだ。よし、まずは仕掛けてみるぞ。突破口を開きます。一気に攻めましょう。めちゃくちゃ当たったな。私に出会った不幸を呪うがいい。え、めちゃ強くないこのグループ攻撃って。これであとビームサーベルでぶん殴れば多分大丈夫でしょう。これでいいでしょう。一応支援がかかるけど 84% かー。まあいいや。気に入らんな。おお、そうか、一応これでノーマルハードエクストラっていうのが選べるからね。レベル3、攻撃力を上げていきますと。キャラクターレベルアップ。どんどん強くなってくね、こいつ。よーし、あとムサイもいるのか。じゃあちょっと進んでいきますか。なるべくムサイの射程に入らないように行きたいけど。メガビームキャノン入るね。ファルメル、あれこれムサイじゃないの。攻撃後回避運動は移行します。これ以上敵をのさばらせるな。何としてもとどめよう。いや、メガリショーもすげえかっこいいな。やられるかよ。よくかわせるな。もうアムロとかいいや、ほっとこう。さすがにこれで終わりでしょ。エネルギーがない。回避しよう。テンションアップ。超強気。なんか出てきた。これどうしようかな。ほら、4700か。経験値を取るか、先に多分ね、ムサイをね倒せばこのザクがね、露獲できるはずなんですよね。でも経験値も欲しいしな。そう、ここが多分ピンポイントなんですよ。ピンポイント攻撃みたいな。ちょっと移動しておいて。ああ、そっか、こっからグループ攻撃もさらにできるのか。てかさ、普通に移動後に攻撃できるのがすげえな。じゃあちょっと、おりゃ。で、出撃で、ザニーを出そう。ザニーの経験値を上げよう。60ミリパルカン。500、さすがにいけるよね。バルカンでこんだけ当たるんだ。
おお、ユニットレベルアップ。だって攻撃力100とかあるんだ。どうしようかな。ちょっとフェニックスガンダムエネルギーが27しかないな。メガビームキャノンエネルギー22か。ピンポイントアタック、戦艦に対して大ダメージを与えることができると。ピンポイントアタックでいきますか。おーりゃー、14000、めっちゃ強えな。これ届く、バルカン、バルカンで倒そう。バルカンピンポイントアタック食らえ。もうやめて。戦闘への移行シーンもかっこいいよね。すげえスムーズだし、そういえば。己沈ませるものかよ。バルカンでやられたか、戦艦が。悲しすぎるな。ローディングめちゃくちゃ早いですね。 GGN の戦闘シーンローディングが長いイメージがあるけど、今回全然そんなことないな。イエーイ、ザニーもレベル3だぜ。攻撃力をどんどん鍛えていこう。お、エリスクロードレベルアップ。さて、でこれ、そういえばあのさ、捕獲できるユニットさ、え、どうなった、あれ捕獲された、エースポイントランキング。ああ、これ1位から3位まであるんだ。出撃メンバー全員のエースポイントボーナス20ポイント。増設ハンガー、戦艦のチーム数プラス1。あ、いいね、これ早速つけよう。はい、というところで、じゃあ第1話というか、まあ、ファーストガンダムの第1話が終了しましたので、今回はこれで、終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。